感情的な人と論理的な人どっちの方が好き、この論理的と感情的っていうのは対比されるっていうのがどうなのかなっていう感じがするんだけど、論理的と要するに自分の感情に理由がつけられるみたいなことだよね。それだったら自分の感情に理由つけられる人の方が大事かなって、楽かなと思いますけどね。もうちょっと論理的の定義をしてくれないと論理的じゃないっていう感じがねしてしまうかな、はい、論理は定義から始まるからね、は